なんか、久しぶりだね。久しぶりですね。な感じがする。あ、なんでも、そうそうね、会うような子じゃないけど。会えないですからね、確かに。うちも結構もう家族ストレス溜まってるな。だから昨日はね、ベランダにね、テーブル出して。おー、いいですね。キャンプ風。ベランダに。楽しそう。なんか雰囲気はね、それだけでもちょっと気分転換になったよ。なあ、確かに外のね、空気触れながらです。うらちゃんは？私結構ぐーたらしてます。ほんとぐーたらしてる。なんか映画見たり、テレビつけたりしながら、結構ゆっくりご飯作ってます。うん、キッシュ焼いたりとか。ちょっと失敗したけど、めっちゃいいですね。キッシュ焼いたり、なんかエスニック風餃子を黙々とひたすら餃子包んだり。いい。へぇ、なんかちょっと普段しない系の料理をしてます。手の込んだものを作ったり。あ、そうそう。時短料理じゃなくて、ゆっくり時間かけて作ってる。テルがいいなーって顔してるの。いや、テル、ね、何やってんの？おうち時間。こう、皆さんに言わせてもらいましたけど、一人暮らしの自粛、地獄ですよ。誰にも会えないし、外にも行けないし。寂しいね。確かにね。誰も何もいないよね。夜は、たまに今流行りのオンライン飲み会とかで友達と出られないねって喋ってます。あ、やってるんだ。やってます、やってます。ビールジョッキも持ってるんで、もうあえてビールジョッキにビールついでやってます。楽しそう。生ビール的な感じで。そう、生ビール的な感じで、あの、泡が出るサーバーも使って、なんか本格的に、なんか、そんな、そういう雰囲気にしながら。買おうかな、うちも。楽しそう。ハンバーガーみたいなのやるってこと？そう、友達と、えぇーみたいな感じ。画面に向かって、こういうこと？あ、そうです。乾杯ってやって。そう。3、4人ぐらいで、本当に。今まさに、僕のアナウンサーの全国にいる友達とかで、逆に沖縄と、なんか北海道と名古屋と大阪とかで繋がって飲んだりとかしてたんですよ。うわ、すごいね。いいね。そっか。あ、そう、なんか逆にこういう楽しみ方もあるんだなと思って、沖縄の子とかも全然飲みに行けてないから。確かにいいアイデアだね。あと私、これ。パズル。え？なんすかそれ？写真集？大人のパズルです。あ、パズル。パズル。真っ黒じゃん。この真っ黒部分がすんごい難しいんですよ。絶対途中でやめそうそれ。何ピースあるの？これ300ピースです。300ピース。300で黒そんだけ多いと。いや、そうなんですよ。ちょっと2回ぐらい心折れて、今のところ待機してますけど。時間は潰せるかなと思って。集中力高まりそう。なんかでも、黒のピース多いから、なんか闇深くなりそうで怖い。いや、ほんと、どの黒って思いながらやってる。確かに、もっと明るい色のやつにしたらいいのに。暗い夜とかに黒いピースずーっとなんかはめ込む作業ずーっとやってたら、なんか逆に怖い。やみそうだよね、なんか。なんかちょっと逆にやみそうな気もしなくて。飾ったら可愛いかなと思ってこれにしたんだけど。確かにインテリアになるね。絵みたいな感じだし、綺麗だけど。やってます。確かに、時間潰すのにはいいね、パズルね。そうなんですよ。はやみちゃん、早口言葉ありがとうね。はい。めっちゃすごいね。いや、相当すごいっすよ。てか、めっちゃ恥ずかしいですね。ガチすぎた。いやいや、すごいよ、あれは。いるでしょ、普通に。いや、なんか、ガチなの欲しいですよ。森ちゃんの見て、え、かわいいと思って、あ、ちょっと、恥ずかしいんだけど、私と思って。てるてるもガチでやった。今、これで撮ったら？いや、怖い。それは怖い。一回読んでみて。一回ちょっと待ってくださいね。どこだろう。せめて多少発音発生してからがよかった。いいですか？いきますよ。よし来い。頑張れ。
アメリカのマサチューセッツ州で新春シャンソン歌手の新春シャンソンショーが行われ、老若男女がアブリカルビを食べながら見守りました。旅客機に乗って訪れたという右耳にミニニキビを作った男性は、アブリカルビだけでなく、生ナマズ、生ナマコ、生ナマコや、シシナベ、シシジル、シシシチューも食べたいと話していました。その後、診察室、視察なども行われ、翌日、究極高級航空機で九州空港へと帰ったということです。おぉ、すごい、イェーイ、早い、すごいじゃん。あ、今のいいじゃん。今のでどれぐらいだろう。何秒ぐらいですかね。分かってなかったけど。20… どれぐらいかな。まあでも、ああいう感じで撮ったんでいいんですよね。結構良かったと思うけど。ね、うんうん、20秒切るのはちょっと結構不可能に近い気がする。ちょっと斎藤さんとかにもやってもらいたいけどね。ああ、見てみたい。ねえ。ねえ。じゃあ、この後、前田くんも待ってるから。はい。江口さんもやってください。やめてやりません。ええー。また他の企画考えます。いやいや、やりましょうやりましょう。ガチでガチでやってくださいよ、ラビッツさん。やだやだ、まあ、確かにやっぱガチでガチでやりましょう、ガチで、うん、やだ。じゃあ、うらちゃんも第2弾で第2弾で参加します。早口言葉じゃなくて違う話なんですけど、うん、何やってるんですか、いつも。子供たち、子供たちはね、まあカードゲームやったり、一緒にボードゲームやったり、あとはね、クイズを出してくれる。今、早押しクイズのアプリがあって、自分で問題を考えて、早押し大会できるやつがあって、はい、それをね、うちの、この間まで小6だった息子がね、出題してくれて、お、やってみる？やってみたいです。やってみたいです。待てよ、じゃあどうやってやろうかな。お、なんか見えた。早押しクイズ。見える？はい。映ってます。見えます。じゃあ行きますよ。うちの、はいはい、この間まで小6だった息子が考えた問題です。はい。アンサー答えることができるかどうか。問題。はい。うん。コンビニを略さずに言うと、コンビニとは、あ、違う。ピコン。ピコン。うらちゃん。あったわ。あ、私ですか？うん。はい。どうぞ。コンビニエンスストア。でかい。でかい、イェーイ。エアコンを略さずに言うと、え、エアコン、ピコーン。うらちゃん。え、エアーコンディショナー。正解。違う？やった、すごい、イェーイ。じゃあこれはわかるかな。はい。はい。CM を略さずに言うと、はい、お、はい。じゃあ、前田さん。早い。コマーシャル。バブーン。あれ、コマーシャルじゃないですか？コマーシャルじゃないの？これは何でしょう？え？わからない？あれ、アナウンサーなのにみんなわからない？ CM？ あら、これ大問題じゃないのか、ちょっと民放として。なんだろう？カスタマーメディア。マーケティング？なんだ？なんだ？コンシューマーメディア。なんとかマーケティング？いや、違う。カスタマーマーケティング？ヒカルは惜しかったよ。ヒント、ヒントください。いや、伝えるっていうことですよね。宣伝のための。はい、はい、はい、はい。はい。コマーシャルメッセージ。正解！あー、すごい！知らなかった！知らなかった！なるほど。知らなかった。俺も知らんかった。コマーシャルメッセージ。そうなんだ。ずっとコマーシャルだと思ってた。コマーシャルだと思ってました。うん。ね。はい。コマーシャル。こういうのをね、いろいろ出してくれるの。PTA。え、PTA？ PTA。PTA？ なんだろう。そうか、みんな、まだ子供いないからわかんないか、これ。両親、両親。おお、いいよ。あ、うん、親は、はい、何英語で、はい、はい。はい。え、はい。はい、みちゃん。ペアレント、トゥー、なんだ、え、え、アクター。アクター、なんだ、アクターじゃないの。スクール。え、なんだ、アクターズスクールになっちゃった。ペアレント、ペアレント、トゥー、なんとかじゃないですか。トゥーじゃないな。学校だから。ペアレント、ティーチング。あ、惜しい。ティーチャー。おお、A は？え、何ですか？なんか関わり、関わりじゃないけど会議とか。おお。
そういう系の。そういう系の。アトラクト。ああ。出ないな、多分。A。アソシエイト。なんだ。おー、正解。あ、正解よ。おー、すごい。アソシエーション。ペアレント・ティーチャー・アソシエーション。アソシエーション。わかんなかった。何？断突を略さずに言うと。断突。なんて次の画面いっちゃった。断突を略さずに言うと？断突って略されてるんですか？はい、ブラちゃん。断然トップ。正解。あー、そっか。すごい。いや、トップがわからんかった。そっか、トップか。これはわかるか。あ、これ日本語だよ、はやみちゃん。トッコ。わかります。これは。お、はやみちゃん。よし。トッコってこういうやつ。ね、こういうやつじゃん。そう、そういうマーク。あれでした、なんか。じゃあ、ちょっと待って、家庭科の授業もいけるぞ、いけるぞ。よし。いけるぞ、いけるぞ、こっち。特定保険用食品。あ、正解。危ない。よかった、特定保険用食品だ。よかった。スイカを略さずに言うと？スイカ。何？マナカの東京版ですよね、スイカって。スイカ。はい、スマート IC カード。お、あー、ぽい、ね。ぽい。違う？違う？どんなにかっこよくない。スイスイ行こっか。お、なるほど。あ、でも確かにイコカですもんね。イコカはそうですもんね。なんかそういう感じ。あ、イコカか。なんだ？スマートは合ってます？なんだったかな。いや、違ったと思う。福島さん答えは福島さんも知らない。え、何？何だろう。出題されたけど何だったかな。こんなね、かっこよくなかったような気がするな。まあ、これはでんね。わかんないです。正解は、こちら。何？スーパーアーバンインテリジェントカード。何このカード、すごい。キラキラカード。絶対わからん。スーパーアーバンインテリジェントカード。かっこいい。らしいよ。アーバンインテリジェントカード。スーパーアーバンインテリジェントカード。じゃあ、マナカは何ですか？マナカは、スイカに似てて、真ん中のあたりのカードだからマナカじゃないのかな。じゃあ、スイカだけなんですね、かっこいいのは。そうかな？いや、わかんない。調べてみよう。これ最後。うん。ピアノ？ピアノ？わ、ピアノ。ピアノって略してるんですか？ピアノはなんかすごい長い言葉の、短く言ったバージョン。長いんですか、本当は。めっちゃ長い。あ、長い。絶対わからん。絶対わかんないと思う。いきます。リサちゃんの消えた。はい、あれ調べに行ったか？違います。なんか、10年がなくなってきそうで。あー、ピンチ。正解いきます。はい。はい、正解は、クラビセンバロコルピアノエフォルテ。初めて。らしいよ。ピアノそのまま真ん中に使ってるし。福島さんのお子さんはこれが分かって問題を出してるってことですよね。多分、まあ親が答えられない問題をいっぱい出してやろうっていうので調べたんだと思う。すごいな、すごいな。もう全然答えられなかったよ。全然答えられない。うわー、でも問題によって取れるんだ。うん、ね、できるね。できますね。今、名古屋ネタをいっぱい調べてて、うん、次またロケがあった時のために。うん。名古屋の豆知識を蓄えてます。名古屋の豆知識そう。こういう感じのクイズ出せるぐらいに。今、大量に名古屋本を。うん、すごい。こっからクイズ作るわ、今度。はい、お願いします。出して。まだわかんないから。今、じゃあ、パッと思いつくのは、名古屋城の金のシャチホコ。オスとメスがいます。はい、どちらの方が、鱗の枚数が多いでしょうか？ピン。ピン。あ、いた。ピン。メス。メス。正解。正解。
そうなの。メスは鱗が126枚、オスは112枚です。ちなみに、オスの方が 2.62 メートル、メスが 2.58 メートルで、ちょっとちっちゃいです。なんでなんだ。なんで福島さん知ってるんですか。すごい。なんか枚数は知ってたけど大きさは知らんかった。大きさ知らなかった。うん。そう、オスの方が大きいみたいとか。何がいいかな。東山動物園のコアラ社。うん。はい。ここにコアラの絵が描いてあります。誰が描いたでしょうか。はい、え？コアラね、見たら、あ、これ、見たことあるわっていう思う絵。この絵、あ、この絵、見たことありません？コアラ社の。見たことあります。いや、絵はありますけど。けど、誰？はい、有名な人。名古屋出身の。あ、名古屋出身？え？うん。嘘。ほんと。あ、誰？え？これ。でもそのタッチかな？昔だったらこのタッチかな？漫画家？おぉ！福島さん。わかった。あ、そうなんだ。いいっすか？はい。はい。鳥山明先生。正解！そうなんだ。鳥山明。うわ、この絵描いてるんだって。知らなかった。すごい。とか、へぇーの小ネタ集めてます。まあ、こういう時間使ってそうだね。今後のまたロケ行けるようになった時の企画考えるだね。はい。でも来週は前田くんもスイッチ一緒に。はい。さんお願いします。あ、ね、そうじゃん。お願いします。ちょっと。このペアだ。わかんないので教えてください。全然わかんないんで。スタジオ入ったことないのに、いきなり座るのちょっと怖すぎるんですけど、なんか。そうなんですよ。前田くんはスタジオ初だもんね。そう、スタジオ初で一年座るのはちょっと結構緊張しますね。頑張ってよ。はい、頑張ります。声小さくなる。ちっちゃい。よかった、でもみんなの元気そうな顔見られて。よかったです。ね、楽しかった。はい。そうだね、こういう形でまたやりましょう。はい、はい、お願いします。頑張ろうね。はい。ありがとうございます。じゃあ、スイッチ見てまーす。見てまーす。頑張ってね。頑張ります。ありがとう。はい。は